5週間にわたります大変大きなシリーズ、ジャイアントシリーズが開幕いたしました。そしてこの秋のシリーズ主役となる2人、非常に責任の重い大きな役割を担っております。鶴田天竜が開幕戦名イベントを務めます。相手はブルーザーブロディワンマンギャングの超大型パワーコンビ。さあ、ジャンボ鶴田天竜の入場であります。新時代の幕開け、全日本プロレスの新しい時代の幕が開きます。全日本プロレスを背負って立ちます鶴田天竜、堂々の入場。ジャンボ鶴田も堂々の入場であります。あの11年ぶりに日本に帰ってまいりました伝統のベルト、インターナショナルヘビー級王者に君臨して初のシリーズを迎えるジャンボ鶴田。そして天竜の方は機が熟しました。ユナイテッドナショナルヘビー級のチャンスのシリーズであります。試合に先立ちまして、日本テレビからまずジャンボ鶴田天竜組に花束の贈呈先に行われました。そして今夜の相手ブルーザーブロディワンマンギャングの入場を待ちます。初来日のワンマンギャングを従えまして、キングコングブルーザーブロディが入場してまいりました。すごいチームの誕生です。135キロのこのブロディ、そして190キロのギャング、まさにこのキングコングキングサイズレスラーというのはいつの時代でも注目を浴びるわけですけれども、キングコングとゾウ、エレファントのパワフルなチームであります。これを迎え撃とうとするジャンボ鶴田天竜組、落ち着いています。さあ、チェーンを大きく振り回してキングコングブルーザーブロディワンマンギャングがもう先にリングの中に立ち上がっています。前半の3週間は再びこの全日本プロレスのマット上、ブロディに全日本プロレスは先回されることでしょう。実力から言いましても、このジャンボ鶴田に受け合わせたインターナショナルヘビー級の打破へのチャンスは十分にあります。王者ジャンボ鶴田をどう受け止めるか、このブルーザーブロディの猛攻をどういうふうに切り替えるか、リング上両選手の紹介。まず初来日ワンマンギャング紹介されました。大きな選手です。インターナショナルヘビー級の王座を譲りましても、実力ぶりは変わっておりません、ブルーザーブロディ。さあ、勝負の秋だ、勝負の秋、天竜顔が引き締まっています。大事なシリーズです。ベルトの重みを知らしめるシリーズ、インターヘビー級14代チャンピオンジャンボ鶴田。さあ、勝負の方はメインイベント60分の一本勝負で行われますが、山田さん、インターのベルトを失ったブルーザーブロディ再来日、何かこの最初からやる気満々、怒り狂ってる表情ですね。そうですね、やはりまあ、来日時のですね、記者会見でもインタビューでも、はい、もう絶対に王座を取り返すと、私はそのためにだけ来たんだと、はい、もう私が王座を取り返すときは鶴田が地獄へ行く時だと宣言してますね。そして 8.31 蔵前決戦は勝負は絶対に負けてないとはっきりこのブルーザーブロディ言いました。そして 13,600 人のファンの涙は俺が王座から落ちたその悲しみの涙だというようなことをブルーザーブロディ言ってましたね。そうですね、まあ、とにかく大変に強気、まあ、それもですねアメリカのマット界でもう確々たる成績を上げてますんでね、はい、もう言われても仕方がないというところですね。そうですね、後ほどアメリカの最新情報なども山田さんにお聞きしたいと思いますが、ブルーザーブロディワンマンギャングの両巨体コンビ、超パワフルコンビ、ワンマンギャングが控えに回りました。まずブルーザーブロディと天竜の一騎打ちから勝負が始まります。ブルーザーブロディ、あの 8.31 クラマー決戦でインターヘビー級の王座から落ちたんですけれども、その後のアメリカ、これまた暴れまったようですね。そうですね、やはりセントルイス、それからテキサスですね、まあ大いに暴れまくりまして、今回の来日に備えてですね、はい、いわゆる自分のホームタウンのですね、家があるサンアントニオで、はい、トレーニングを張ってきたらしいですね。なるほどね、その期待のこのブルーザーブロディとジャンボ鶴田のインターナショナルヘビー級のリターンマッチは再来週の放送、もう時期に迫っています。佐世保大会で実現です。まあ山田さん、まだ鶴田の出番はありませんけれども、ジャンボ鶴田としてはすっきりとした防衛を果たしたいところでしょうね。そうですね、これは何としてもね、いわゆる新チャンピオンとして堂々たる防衛ということを念願にしてるでしょうね、はい、そうですね、まず天竜との一騎打ちを迎えました。天竜もチャンス到来、ユナイテッドナショナルヘビー級の王座へ一歩進めました。果たしてこのシリーズでこの天竜が
ジャンボ鶴田が返上した。ユナイテッドナショナルヘビー級のニューチャンピオンを任すことができるでありましょうか。天竜にとっても本当に実りの秋に山田さんになってもらいたいですね。そうですね。ちょっとお待ちください。注目のワンマンギャングがここで登場してまいりました。初来日の選手です。山田さん大きい男ですね。でかいですね。190キロあります。はい、しかもですね、もうスピードあるパンチ攻撃、パワーも大変ですね。そうですね。上背が205センチあります。後ほどこのワンマンギャングの額の傷あたりもちょっとご紹介したいと思いますが、おっと、鶴田選手とやり合ってますね。ブルーザーブロディとジャンボ鶴田が激しくやり合います。もう佐世保大会の前哨戦、リングの外で行われています。しかしジャンボ鶴田はあくまで落ち着いています。リング上もう一人注目すべき男、ワンマンギャングのファイトちょっと見てみましょう。額が山田さんギザギザなんですけれども、ね、かなり荒っぽいレスリングをやる選手のようですね。はい、なかなかね、老下のね、はい、サー・オリバー・フンパーディンクという、あの悪徳マネージャーにね、巧みに操られて、はい、相当悪どいファイトをやるみたいですね。なるほど。そのワンマンギャングからチームリーダーブルーザーブローディーに早くもタッチが行われました。外人チームであります。後ほどこのワンマンギャングの額のザクザクに切れた傷あたりもちょっとご紹介してまいりたいと思います。このワンマンギャング、かつては山田さん420ポンドの熊と戦ったというような経歴あるそうですからね。そうですね、非常にあのユニークな経歴を持ってますし、はい、あの動きはとにかくね、あのびっくりするぐらいいいですね、はい、この巨体にしてね、この動き、しかもあのパンチ攻撃なんかも連続してさっき7発ぐらい打ってましたね。そうですね。さあ、ひとまずブルーザーブロディと天竜の一騎打ちであります。山田さん、どうも話はブルーザーブロディのインターヘビー級への挑戦、リターン待ちというところに持っていってしまうんですけれども、この天竜も本当に大事なシリーズなんですね。いやー、もうこれはね、先ほどね、まあ、倉持さんがね、もう勝負の秋というふうに言いました、はい、まさにその通り。おっとですね、そっとここでワンマンギャング出てまいりました。片手一本でボディースランですか。これですよ、ギロチンドロップ、ギロチンドロップ、これ怖いですよ。それから潰し技があります。潰し技に行くかどうか、果たして動きはどうでしょうか。おっと、あっという間にブルーザーブロディにタッチを見せてしまいます。さあ、天竜が餌食にされました。大きなキングコングのキック、顎の先端に打ち抜かれました天竜です。さあ、天竜がどこで頑張るか。さあ、天竜が本場でブルーザーブロディをインターナショナル第14代チャンピオンジャンボ鶴田に渡します。さあ、勝負のシリーズだ。ジャンボ鶴田、まさに勝負のシリーズを迎えました。鶴田のこのジャイアントシリーズというのは、山田さん、本当にビッグタイトルが目白押しですね。はい、おそらくあの今までやってきたですね、鶴田選手の中で最も大事なシリーズだと思いますね、はい、本当ですね。先ほどご紹介しましたように、再来週の放送、佐世保大会ではこのブルーザーブロディとインターナショナルヘビー級のリターンマッチ、大きなキングコングキックがジャンボ鶴田の顎のセンターを打ち抜きました。その前哨戦が始まっています。早いですね、今のねキックなんか本当に振り向いた球、はい、もう抜くても見せずという感じですね。そして鶴田は10月の後半になりますと、10月の26日岩手大会では NWA 世界ヘビー級チャンピオンハーリーレースに挑戦決定であります。それから11月に入りますと、最終戦後楽園ホールでインターナショナルタッグの今度は防衛戦、このタッグの防衛戦にはワンマンギャングが加わります。スタン・ハンセンとのチームを迎え撃つわけであります。まさにこの3つの大きな壁があります。ジャンボ鶴田です。山田さん、インターナショナルヘビー級のベルトを取ったその直後のシリーズなんですけれども、鶴田にとっては先ほどから大事な、本当に大事な、シリーズというふうにご紹介しておりますけれども、やはりこれからジャンボ鶴田は実績ということが目標になりますね。そうですね、本当に彼にとってはですね、はい、大変な試練のシリーズですよ。そうですね、もう本当にここでですね、踏ん節を締めてかからなきゃダメですね。本当ですね。さあ、ワンマンギャングにバックドロップの体勢、手は回っています。両方の手は完全に回っておりますが、投げるか、ね、すごい、ルーテーズのバックドロップを超えたか、そういうような感じがあります。ものすごいバックドロップを打ちました。190キロを投げました。ジャンボ鶴田、スープラトン2人がかりでアートリックドロップに取った。さあ、ワンマンギャングを見事にバックドロップで担ぎ上げて後ろに放り投げました。今気づいて、山田さん、あのルーテーズのバックドロップを超えたというふうに表現してしまいましたが、よく大きな体を投げましたね。そうですね、やっと手が回ったかという段階だったんですがね、まあよく投げましたね。今投げた瞬間、見てよりエプロンによりました、このブルーザーブロディの目がキッと光りましたね。そうですね、やはりこの相当意識してますよね。意識してますね。鶴田のバックドロップはブルーザーブロディ完全に意識しています。さあ、体落とし、
天竜がカバーズを落とし大きな男を投げたぞ。そのままカバーの体勢ですが、ブルーザーブロディも左手を伸ばしました。天竜とワンマンギャングの一騎打ちになっています。天竜もね、なかなか頑張ってますね。あーっと、キングコングが空を飛んだ。キングコングが空を飛びました。ブルーザーブロディドラッグキック、天竜一発で倒されました。大きく右の肩に乗せてボディースラムです。それから後ろに下がって2ドラッグ、レッグドロップ、強烈レッグドロップ。佐世保大会ではこの2ドロップあるいはレッグドロップでカウント3だというふうに並み居る記者団に約束したブルーザーブロディであります。もうこのインターナショナルヘビー級の奪回作戦というのはもうブルーザーブローディ本当に自信満々のようですね。そうですね、しかもあれだけの大技をですね、あれだけ鮮やかにやってのける、このあたりがもう何とも言えず素晴らしいですね。あ、なるほどね。さあこのブルーザーブローディから注目すべきもう一人の男、ワンマンギャングの攻撃が始まりました。こういう山田さん、あんこ型で非常に大きい選手というのは いわゆるフットワークがどうかというような感じがあったんですけれども、動きなかなかシャープじゃないですか。はい、結構ね、あのスピードがありますよね。本当ですね、なかなかやります。しかもね、あのパンチにしても、あの体重が乗ってますんでね、おそらくやられる方は相当ずしんと応えるはずですね。なるほど、あっとものすごいサンドイッチ状態、すごい音がしました。ブルーザーブロディのチョップ、190キロのワンマンギャングがフルネルソン、その正面からワンマン、いやブルーザーブロディがチョップを見せましたが、天竜踏ん張るか、踏ん張るか、天竜がブルーザーブロディを投げるか、今度は反対の体勢、ブルーザーブロディがブレンバスターだが、天竜踏ん張る、天竜いけるか、天竜キングコングを投げるか、天竜がキングコングを投げそうだ、踏ん張る、両者踏ん張りました、天竜投げられます、ね、これいや力入りますね、よく頑張りました、好勝負のやってまいりました。これはね、やはり両方褒めるべきでしょうね。まあものすごいブレンバスター合戦でしたね、両方とも成功はしませんでしたけれども、非常にものすごいほとばしる両選手の気力、天竜も気力充実してますね。なかなか大したもんですね、大したもんですね。おそらくこのシリーズユナイテッドナショナルヘビー級の選手権、テッド・デビアス、ジェリー・ローラーのニューチャンピオンの相手に選ばれておりますこの、天竜、おそらく日本でこの試合実現するかと思います。楽しみに願いたいと思います。ジャンボ鶴田の2ドロップ、2パッド、ジャンピング2パッド、さあ大型190キロを投げたぞ、突き上げた、いきます、鶴田も躍動する。もう待ちに待ったこの83年ジャイアントシリーズでございます。先ほどから山さん何度も大事で本当に鶴田の進化が問われるシリーズというふうに言っているんですけれども、このジャンボ鶴田はインターナショナルヘビー級のベルトを手に入れましたけれども、これはまさに何度もご紹介しておりますが、絶対の権威を持つ日本マット界のエースの象徴ですからね。そうですね、このベルトが、日本のマット界の象徴であることを一つファンの前に証明しなくてはならない、そういうシリーズかと思います。山さん、ジャイアント馬場選手がジャンボ鶴田にですね、お前はこのシリーズがスタートなんだということを言ってますね。やはりね、非常にそれはね、大変な大事な試練のシリーズだという意味ですね、まあ、それを聞いたジャンボ鶴田が口ぶりを震わせながらですね、分かりましたというふうに言ってましたね。非常にまあ緊張した控え室だったんですけれども、鶴田馬場のまあ師弟の友情が見られたわけですけれども、ジャンボ鶴田がそのインターナショナルヘビー級の王座、そのこのシリーズで実績を作るかどうか。さあリターンマッチの相手です。山さん、よくチャンピオンというのはリターンマッチに完全防衛して本物だということを言いますね。そうですね、まあ、そういった意味では大変に過酷なんですが、その通りやってもらって初めてですね、日本のファンが望むようなチャンピオンだと言えるでしょうね。第一挑戦者がブルーザーブローディ、正直言いましてジャンボ鶴田の気持ちというのは分かりませんけれども、嫌な相手じゃないでしょうかね。大変やはり荷が重いと言えるでしょうね。そうですね、さあ鶴田一歩も引きを取りません。ドロップキックでキングコングを倒すか、ロープに追い込みました。ジャンボ鶴田です。前哨戦というふうに見ていいでしょう、さあタイトルマッチは再来週佐世保大会、インターナショナルヘビー級のリターンマッチであります。なんとしても完全防衛を果たさなきゃいけません、ジャンボ鶴田。それとブルーザーブロディ側に山田さん立ちますと、これはもうどうしても奪回しなくてはならない気持ちでしょうね。そうですね、おっと天竜がブレンバスターとうとう投げました。天竜がキングコングを投げました。いい攻撃見せてますね。あ、今の良かったですね。天竜も本当に仕上がりいいようですね。本当にいい仕上がりを見せまして、秋のこの
祭典に臨んでまいりました。5週間連続出場、もちろん出場いたします天竜です。さあ今度は大型ワンマンギャング、ワンマンギャングであります。どうですかこのワンマンギャングもフル出場なんですけれども、後半は三半戦とチームを組んでインタータッグに挑戦してきますけれども、怖い存在ですか。そうですね、なかなかね、しぶといですね。しぶとい、あの相手の攻撃に対してですね、はい、なかなか参らないですね、はい、今度はジャンボ鶴田が出てまいりました。来週の放送ではこのジャンボ鶴田はこの大型190キロのワンマンギャングと1対1で勝負であります。さあおそらく意識しているでしょう、おそらく意識しているでしょう。さあ体から当たりました、体から当たりました。ジャンボ鶴田フライングボディアタックを見舞います。さあ試合の権利のあるのはジャンボ鶴田とワンマンギャングです。さあ鉢合わせになるかどうか、ワンマンギャングとキングコンググルーザブロディが当たって、そしてここでジャンボ鶴田が仕掛けました。ジャンボ鶴田が仕掛けます。そのまま覆いかぶさったが、試合の権利のあるのは鶴田、天竜は外に送り出された。しかしジャンボ鶴田もおっぽり出された、外におっぽり出されました。リング上非常に目まぐるしくなっております、目まぐるしくなっております。これは天竜は勝負の権利はあるんですかね。ないですね、ないですね、これはちょっとタッグパートナーが違います。エンジン切りを再三見せております天竜ですけれども、どこかで繋いだんでしょうか。この形跡はありません。ちょっと上樋口レフリーの動きを見たいと思いますが、外人組はブロディもワンマンギャングも場外。さあ勝負の権利のあるのはおそらく鶴田かと思いますが、鶴田冷静に試合を運んでいるようだ。天竜がブルーザーブロディに勝負を挑みます。ここでジャンボ鶴田がリングの中に入れば全日本プロレスチームの勝ちなんですけれども、鶴田もちょっと深追いをしてますね。鶴田もやや深追いです。さあおっとカウンターアウトのゴングのようです、カウンターアウトのゴングのようです。あ、両選手、いや違います、ワンマンギャングが先に入りました。そうですね、ワンマンギャングとジャンボ鶴田勝負の権利、リング上で勝負の権利がありましたけれども、鶴田やや深追い気味ということになりますと、今結果が発表されておりますが、ワンマンギャングブルーザーブロディ勝負を拾いました。そうですね、今戦う権利のあるのは、はい、ワンマンギャングと鶴田選手だったんですが、そうですね、結果的にワンマンギャングの方が先に上がって、はい、その時鶴田選手は外ですからリングアウトですね、やはり鶴田としては山田さん目前にインターナショナルヘビー級のブロディとの、リターンマッチがありますから、頭の中はもうそれしかなかったのかもしれませんね。そうですね、従いまして勝負を忘れました。はい、やはり負けは負けですからね、はいはい、これはやはり十分反省しなきゃいけませんね。そうですね、さあ再びもうこの目指すはジャンボ鶴田はブルーザーブロディ、ただ一人、あっと羽交い締めにされている鶴田、危ないわ、すごいチェーンでのどつき、チェーンで直撃いたしましたブルーザーブロディであります。あジャンボ鶴田が完全にダウン、伸びてしまいました。あこれはちょっと危ないですよ、危ないですね、はい、足を取られている、動けない、うわーっとフライングニードロップ、キングコングニーが出ました。キングコングニードロップが出ました。ちょっと山さん、とどめを刺されましたね。そうですね、これはちょっとね、ああいう風に防御体制が出来上がってない時にやられると大変に危険ですね。190キロの力でジャンボ鶴田の両方の足を支えておりました。動けなくなりまして、トップロープからブルーザーブロディがキングコングニードロップ飛んでまいりました。ちょっと鶴田がどうでしょうか、危うし、完全に赤信号というふうに言っていいですね。そうですね、これは非常にね、大きなダメージ、まあ、実際に見てみなければ分かりませんが、はい、ここから見てる限りではですね、相当苦しそうですね。いやシリーズ大事な開幕戦、本当にお得にならなくてはならないこのジャンボ鶴田、大事な大事な試練のシリーズなんですけれども、開幕戦試合を失いました。その挙句に試合が終わった後ブルーザーブロディの死のフライングニードロップを食いまして、完全にギガダウンであります。今後ジャンボ鶴田は再来週に迫っている佐世保大会のインターナショナルヘビー級のリターンマッチがあります。それから NWA 世界ヘビー級チャンピオンハーニーレースに挑戦試合、そして後半の再び後楽園ホールに帰ってきたのインタータッグ選手権と、3つの大きな壁を乗り切らなくてはなりません。ジャンボ鶴田やりますが、さあちょっと心配です。さあリターンマッチ、チャレンジャーのブルーザーブロディが再びリングサイドにやってまいりました。これで山田さん、この時点ですけれども、ジャンボ鶴田がどれだけ回復力を持ち合わせているか計り知れませんが、この時点ではブルーザーブロディ有利に立ちましたね。はい、完全に
最後のとどめの一発でですね、はい、ハンディキャップがついてしまいましたね。かなり時間が経過しておりますけれども、ジャンボ鶴田全く動けません。三沢選手、それから頭の部分によりますのは佐藤選手がタオルで喉を冷やしてるんですか。そうですね、そうですね、タオルで喉の部分を冷やして喉元を冷やしてますね、はい、今やっと状態を起こしましたね。半身の体勢ですけれども鶴田の表情さえません。試合が終わった後、激闘の後、とうとうブルーザーブロディトップロープからのフライング死のニードロップ、キングコング2位によりまして、ちょっとこのジャンボ鶴田の表情、あーっと苦しいですね。インターナショナルヘビー級の王座に君臨して、このシリーズ本当に進化が問われるジャンボ鶴田でありますが、開幕戦かなりのダメージを負いました。果たしてこのシリーズ今後の展開はどうなるんでしょうか。もう一刻も早く回復してベストコンディションに戻してもらいたいですね。そうですね、まあ、鶴田選手の回復力に期待するしかないですね。来週はいわき市総合体育館からお送りしてまいります。ジャイアントババザ・グレート歌舞伎とチームを組んで、ブルーザーブロディキラーブロックスと、そして今夜負傷したジャンボ鶴田はワンマンギャングと一騎打ちでございます。来週の放送もどうぞご期待ください。今週は東京スポーツ新聞社山田隆さんの解説でお伝えしました。山田さん、ありがとうございました。どうも。全国のプロレスファンの皆様。